英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。最新のニュースを使いながら英語力と情報力一緒に上げていきましょう。今回は NHK ワールドを使っていきたいと思います。インドの総選挙、すべての投票が終了ということで、インド人口14億人いてますので、1回の投票ではできないということで、7回に分けてですね、7フェーズで投票やってましたけれども、投票すべてが終了したということで、まあこれから投票が数えられていくということですけれども、どうやらこの現職のモディ首相が3期目を務めそうだというこのニュースを使いながら、英語力と情報力一緒に上げていきましょう。まず、はじめに英語字幕ありで NHK ワールドニュースを見て、ニュースのアウトライン、概要を捉えていきましょう。次に NHK キャスターの上手な英語をお手本に、私たちもしっかりと英語を話す練習をするために音読、原稿をですね、英語原稿を音読してしっかりと英語を話すことに慣れてスピーキング力を上げていきたいと思います。そして出てきた難しい単語表現をチェックして語彙力表現力も伸ばしていきましょう。ニュースの内容は Google 自動翻訳の日本語訳も参考に見ていきたいと思います。そして3番目、総仕上げ総復習ということで、今度は字幕なし、英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像とともに学習した単語表現内容をしっかりと英語のリスニングで理解できるのか聞き取れるのか振り返っていきましょう。学習の際 5W1H 意識するといいと思います。 5W1H というのは When, Where, Who, What, Why, How ですね。いつどこで誰が何をなぜどのように、このような疑問を持ちながら学習すると集中力も高まっていいと思います。研究家自身でいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかもよろしくお願いいたします。では NHK ワールドニュースを使いながら、英語力とインドで一体何が起こっているのか、選挙、総選挙の結果どうなりそうなのかなどなど見ていきましょう。 Let's get it started。 それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の英語字幕ありで見ていきたいと思います。字幕読まれているところ、このようにカーソル合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。字幕がなくても英語を聞き取れそうだという方は字幕は無視して左の NHK ワールドニュースだけ集中して見ていきましょう。それでは Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it.Turning to India, where all voting in the world's largest general election ended on Saturday. Exit polls show Prime Minister Narendra Modi's alliance is likely to track to win the majority in parliament required to keep him in office. India has nearly 1 billion eligible voters, so voting was held in 7 phases starting in April. The final round finished on Saturday.Modi is hoping his national popularity and role in robust economic growth will win him a third term. His Bharatiya Janata Party won a landslide victory in the 2019 election. Local media are projecting that momentum will continue this time. But opposition parties say exit polls are not accurate. The opposition aimed to win over voters critical of Modi, saying under his administration, unemployment among young people and economic disparity grew worse. Vote counting will take place across the country on Tuesday. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありで一度見てみましたけれども、アウトライン、ニュースの概要を聞き取れましたでしょうか。インドの総選挙、有権者数がなんと1ビリオンということで、10億人近くいると言われている巨大な総選挙、投票が終わったということで、エグジットポール、出口調査によるとですね、現職のモディ首相を率いる政党が、勝ちそうだと、マジョリティですね、多数派になりそうだということです。では次は2番目、しっかりと今聞いた NHK キャスターの上手な英語をお手本にしながら、私たちも英語字幕を音読してしっかりと英語を話すことに慣れながらですね、難しい単語表現、そして日本語も使いながらしっかりと内容を見ていきたいと思います。画面の左側に英語、右側に日本語が出ていますので、これを使いながら左の英語を音読して英語を話すことに慣れて、スピーキング力アップ、単語表現力アップ、そしてニュースの内容をしっかりと見ていきましょう。さあ、それでは左側英語ですね、視聴者の方も声が出せる方は一緒に英語を話していきましょう。 Turning to India, where all voting in the world's largest general election ended on Saturday.
Exit polls show Prime Minister Narendra Modi's alliance is likely to track to win the majority of parliament required to keep him in office. ということで、右側の日本語訳。インド、世界最大の総選挙の投票が土曜日にすべて終了した。出口調査によると、ナレンデラ・モディ首相の連合、首相の政権維持に必要な議会の過半数を獲得する見込みである。勝ちそうだ。ということですね。さあでは、ここ、単語表現ですけども、exit というのは出口ですね。exit polls。出口調査によると、現職のナレンデラ・モディ首相のアライアンス、同盟っていうものが、likely to というのは何々しそうだですね。likely to track to win the majority of parliament、議会のマジョリティ、多数派というものを取りそうだ。likely しそうだということです。さあでは次ですね、ここ音読をしながらしっかりとどんな単語表現が使われているのか内容を見ていきましょう。India has nearly 1 billion eligible voters, so voting was held in 7 phases starting in April. The final round finished on Saturday. Modi is hoping his national popularity and role in robust economic growth will win him a third term. His Bharatiya Janata Party won a landslide victory in the 2019 election. ということで、インド、10億人近い有権者がいて、投票4月から7段階に分けられて行われたということですね。最終ラウンド土曜日に終了。モディ首相は国民的人気、力強い経済成長における役割によって3期目を獲得したいと考えていると。モディ首相率いるバラティア・ジャラタ党ですね、BJP と訳されますけれども、2019年の選挙で圧勝したということです。インド、最近発表された経済成長 GDP ですね、2023年度はなんと 8.2% という力強い成長を遂げている。それもですね、モディさんの人気の後押しをしているということですね。それでは単語表現を見ていきましょう。Nearly 1 billion ですから、ビリオンは10億。10億近い eligible voters。eligible というのは資格があるんですね。ですから eligible voters で有権者がいる。So, だから voting was held in 7 phases。phase というのは段階ですね。7 phases。7段階に分けて各地で順番に投票が行われていた。そして、エイプリル、4月からこの投票、総選挙やっていたんですね。ですから、2ヶ月ぐらいかけて、10億人が、全員が投票したということです。そして、モディさん率いる BJP ですね。バリア・ジャナタ・パーティー、ですね。そして、ウォン、勝ったですね。ウィンの過去形。ランドスライドビクトリーで圧勝ですね。ランドスライドビクトリー in 2019 election。2019年の選挙でランドスライドビクトリー圧勝していたということですね。まあ、今回も出口調査によると、まあ、勝ちそうだということです。さあでは、次この部分ですね。音読をしながら見ていきましょう。Local media projecting that momentum will continue this time, but opposition parties say exit polls are not accurate.The opposition aimed to win over voters critical of Modi, saying under his administration, unemployment among young people and economic disparity grew worse. Vote counting won't take place across the country on Tuesday. Won't do ないですね。Will ですね。Will take place. 行われるということで。地元メディア、その勢い。モディ氏率いる BJP の勢い、今回も続くと予想している。ただ、野党はですね、出口調査の結果は正確でないと述べていると。野党側はこう言っている。モディ政権下で確かに経済成長したかもしれないけれども、若者の失業率 40% 以上あると言われていますね。失業率と経済格差が悪化したとして、モディ首相に批判的な有権者の支持を獲得することを目指した。開票は火曜日に全国で行われるということで、10億人の有権者が参加した世界最大の民主主義的な選挙ですね。インドの総選挙、火曜日に開票が行われるということで、まあ、近々結果が出るということです。さあでは、ここをですね、見ていきましょう。モメンタムというのはですね、勢いということですね。モメンタムをコンティニュー、モディ首相のモメンタム、勢い、政党の勢いはコンティニュー、続きそうだですね。オポジションパーティーというのは野党ですね。
野党は accurate というのは正確、not accurate、正確でないと。exit polls、出口調査は正確でないと野党は言っているということですね。そしてインド、確かに経済成長していますけれども、まずはですね、問題として挙げられているのが unemployment among young people、若者世代での unemployment、失業率ですね。40% 以上の15歳から24歳までの若者が失業しているというデータもあります。そして、エコノミックディスパリティですね。まあ私も仕事で行きますけれども、インドに行きますけれども、まあ高級会社が道を走っているけれども、その道端を見るとですね、まあちっちゃい子供が、まあほぼ裸、ボロボロの T シャツを着て物乞いをしているなんていうこともあって、まあ私の見た世界ではですね、一番このディスパリティですね、この貧富の格差、一番大きい国じゃないかなと思います。こんな感じですね。では、しっかりと英語、日本語を使いながら、インドの総選挙について、そしてインド経済についてなどなど、新しい単語表現と出会いながら、しっかりと英語力、情報力アップできたのではないでしょうか。それでは最後、字幕なし総まとめということで、今度は英語のリスニングと NHK ワールドニュースの映像のみで学習した単語表現、詳細のニュース聞き取れるのかどうか、しっかりとリスニング力をアップしながら、単語表現力、情報力アップしていきましょう。Let's try to understand every details of this NHK ワールドニュース, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details of this NHK ワールドニュース only by listening.English and NHK World News footage. Let's try it. さあ、それでは集中して見ていきましょう。Turning to India, where all voting in the world's largest general election ended on Saturday. Exit polls show Prime Minister Narendra Modi's alliance is likely to track to win the majority in parliament required to keep him in office.India has nearly 1 billion eligible voters, so voting was held in seven phases starting in April. The final round finished on Saturday. Modi is hoping his national popularity and role in robust economic growth will win him a third term. His Bharatiya Janata Party won a landslide victory in the 2019 election. Local media are projecting that momentum will continue this time.But opposition parties say exit polls are not accurate. The opposition aimed to win over voters critical of Modi, saying under his administration, unemployment among young people and economic disparity grew worse. Vote counting will take place across the country on Tuesday. いかがだったでしょうか。字幕なしでしっかりと学習した単語表現、そしてニュースの内容を聞き取れましたでしょうか。何度も英語を聞いて自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしながらリスニング力アップ、そして知らない単語表現、どんどん覚えて単語力、表現力アップ、そして情報力もアップしていきましょう。日本人が苦手と言われているスピーキング力、これも練習するしかありませんので、上手なお手本を真似して英語をしっかりと話す練習、英語を話すことに慣れてスピーキング力もどんどん上げていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか。インド、世界最大の民主主義国、人口14億人、有権者数10億人の選挙、7段階に分けて行われていました4月からですけども、やっとというか2ヶ月かけてですね、全地域で投票が終わった。そして開票は火曜日に始まって、まあ、結果が分かるということですけれども、エグジットポール、出口調査の結果によると、どうやらモディ氏率いる BJP がですね、マジョリティ過半数を取りそうだ。第3期目務めそうだというこういうニュースでした。研究価値チャンネル、こんな感じで最新のニュースで英語力と情報力アップできる、そんな動画配信していますので、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなんかもよろしくお願いいたします。一緒に英語力、情報力どんどん上げていきましょう。 Thank you very much for watching my video tours, and I hope we could get new English vocabularies as well as very important information about India's general election. If you think that my channel is good, please subscribe my channel. Please give me good evaluation. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.